もちろん華やかがメインなんですが、実はですね、もともとはこっちを CD にしたかったんですね。カップリング、イオマンテの夜。実はですね、デビュー2010年からですね、チク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 と私カバー曲で歌わせてもらっておりまして、この曲がきっかけとなっていろいろなテレビ番組の出演が決まったりと、私にとってはラッキーをもたらしてくれる一曲でして、うちの亡きおじいちゃんも大好きな一曲でした。1949年の昭和の名曲で、イオマンテの夜。そうなんです。今度6月4日は日曜バラエティ出演いたします。ぜひですね、そちらもチェックしていただければと思います。さあ、それではお聴きください。 CD の中から1曲カップリングで、イオマンテの夜。